康センタープレゼンツ賢者の砦、こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。中堅情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜も始まりました。小泉さん、はい、今回は最終回、うん、そうですね、賢者の砦で最終回ということで。そうなんですよね、はい、このオープニングでは、うん、割と最初の頃から、うん、今日は何の日シリーズをね、ちゃんとやってたんですよね。ずっとやってましたよね。なんか途中この横浜フューチャーとか映画のコーナーとか、うん、結局ゲストとのトークが長くなっちゃって、長すぎちゃって、うん、後半やってなかったんですけど、やりませんでしたけどね。オープニングトークだけはちゃんとやってました。今日はちゃんとやってましたね。はい、なんか覚えてる日ありますか？あ、僕はもう、はい、ダントツでですね、はい、村上さんがね、はい、バレンタインデーに100円のチョコを溶かして何枚になって戻ってくるんだって、あのトークですよ。、うん、なんて、はい、女の子の心理をね、あ、表した効率のいい話なのかな、ね、いやいや、ずっと残ってますね。やっぱこのいろんなこう光の裏には影が、こう闇がありますからね。世の中の闇を照らす、そういうオープニングトークだったんですよ。なるほど。村上さんはどうですか？私は、うん、私もちょっと最近なんですけど、うん、バカ野郎の日の話が面白かったですね。バカ野郎、はい、でな、小泉さんは、うん、俺は結構いろんな人に毎日言ってるよ。言ってます言ってます、うん、言ってます。言わない日の方が少ないというね。ですか、うん、でも、はい、あれなんですよ、ほら、うん、愛情があるからバカ野郎って言ってたじゃない。そうですね、そうだよね。そうです、愛情がなくなっちゃうと、はい、無視とかね。そうですね、うん、そうなんですよ。なんだろう、使えないねとかね、ちょっと人格を否定するような話になっちゃいますけど、そうですね、バカ野郎はまだね、こう愛情がありますよ。そうですね、いや、なんかこう、真面目で、こう正当なのもいいですけど、やっぱこう生きていく上で、バカやるってちょっと面白いじゃないですか。そうですね、バカやって生きていたいじゃないですか。もう失敗はやっぱり皆さんね、あっての話だし。そうですよね、僕もたくさん失敗して、本当に、そんなことしちゃったのっていうのはね、やっぱありますよ。そうですよ、ね、でそれをね、やっぱり若い社員とかに言うと、あ、この人でもこんなことやったんだねっていうので、こうグッと親近感が湧いたりとか、ありますね。はい、いや、だからなんかこう、ちょっとバカ野郎の日は毎日バカ野郎の日だと思って、はいはい、はい、バカをやっていこうっていう意味のバカ野郎で、あ、そっちにとってね、とって、 あとはチョコレートは溶かして、渡していただければいいんじゃないかな。あの、ね、バレンタインで、はい、送らないとお返し来ませんからね、はいはい、そこはちょっと初めて知りました。そうなんですね、バレンタインに渡さなきゃ。私チョコ来ない、あ、チョコ、お返し来ないなんて、あ、配ってないんですから。あ、そうだったんですね。おかしいな、なんか、なんかちょっとバカでしたね。はい。ということで、本日も最後までお付き合いください。横浜に神戸牛専門の焼肉店が上陸。その名も焼肉ビーフマン。横浜スタジアムからわずか4分のところに横浜関内店がオープン。世界の神戸ビーフをリーズナブルにうまいビーフマン。検索はビーフマン横浜で。賢者の部屋。混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうためにさまざまな提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは先週に引き続き無添加住宅創業者秋田賢二さんです。秋田さん、今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。最終回よろしくお願いします。なんかちょっとプレッシャーを与えちゃってる感じもしますけど。いいんですよ。いいですね。まあ、前回はですね、秋田さんなんと西宮に住んでるっていう話をしてたんですけど、前回再婚されて奄美大島に今は暮らされてるというところと、そして奄美大島の本当に自然の中で、そう、また味噌をね、新しいこう、そうなんですよ、お味噌ソテツの味噌出てきた味噌、美味しかったですね。まあ、そんな秋田さんのお話を前回は聞いたんですけども、まあ、前回も少し触れたんですが、まあ、秋田さんの人生観だったりとか生き方ってすごく憧れますよね。そうですね、まあ、そこはね、なかなか真似できないですね、普通の人はね。そうなんですかね、はい、よくわかんないですけど、まあ、そうですよね。だから、まあ、ただね、まあ、いろんなことをこう取り入れることはできるわけ、はい、で僕たちもその秋田会長がこう考案した、はい、開発したその無添加住宅っていうもので、はい、お客様 の, その健康をですね、こう守るような、はい、そういうお仕事させてもらってるんですけど、はい、僕はね、もう最終回だから、はい、ここはですね、
こう秋田賢治がこう住宅業界を切るみたいなね、うん、そういうね、はい、こう会にしていただきたいなと。そうですよね。会長どうですか最近の住宅業界。まあ先ほどもねちょっと言ってたように、うん、その言ってたよ言ってないですけどね、うん、まあ、僕の信念みたいなものがあって、はい、信念っていうのは、うん、一本筋を通すということなんです、ね、はい、だからブレない、ブレない、うんうん、でこれはもう天下住宅の創業以来全然ブレていない、はい、で結局、まあ、あの住宅業界でも、うん、今国の基準とか、はい、まあ、そういうのができたらみんな振り回されてね、はい、自分の意思じゃなしに国の意思で、うん、みんな動いていってる、うん、法律とか、うん、まあ、そういう基準の変化とかいうのにしてるんですけど、はい、うちの家は全然ブレてない、ブレてない、なるほど、周りが何を言うとブレない、うん、まあ、ブレるって言ったらどういうことかっていうと、はい、例えば今ゼロエネルギーとか、うん、住宅とかソーラーをつけてとか、うん、あのゼッチっていう言葉知ってますか？ゼッチですか？わからないです、うん、まあ、要はゼロエネルギーの家を作ることを目指したやつとか、うん、それとかあの機密度、うん、機密度、家の機密度っていうのを今また C1 とかなんだかんだって数字をつけて、うん、そういう基準を設けて、なるほど、それを目標にしましょうよっていう誘導されてましてね、はい、国の誘導なんですね、なるほど、それは何を意味するかっていうと、はい、僕はそれを全部無視してます、うん、なるほど、僕自身はね、はい、で、まあ、代理店の人たちにもそのなぜ無視をするかっていうのを、教育という場で教えていってるつもりなんですけど、うんうんうん、なかなか実行できない、はい、うん、国の基準を無視するわけですからね。そうですね。これなかなかできないですよ、はい、一本筋を通さないと。だからそれがね、うん、小泉さんのところは結構通してますけど、そうなんです、僕のところはね、はい、あのあれなんですよ、その今のね、その君ちゅってこの隙間の話とかね、はいはい、あと家をこうあったかくするとか、まあ、そっちから話が進んでるんですけど、はい、最終的には今そのなんだろう、エネルギーをねあんま使っちゃいけないよみたいなことで、はい、こう自分の家ではエネルギーをうんぬんみたいな話になってるんですけど、はい、方向が間違ってっちゃって、その国 の, その誰だか分からないですけど、そちらの方の方に都合がいいように法律が変えられたりとか、うーん、そっちに持ってかれちゃうところがあって、でもあの秋田会長はいやいやいや、人間的な生活とかね、もともとのもっと豊かにこう暮らしてたその生活って昔にあるじゃないって、あの時にちゃんとみんな健やかにやってたじゃん、確かに変な病気も生まれてなかったじゃん、そういうところにちゃんと立ち戻ればいいんじゃないの、うん、で、あったかい家の作り方も違うんだよみたいなのを教えてくれるんですよ。例えばね、うん、西宮の家っていうの、はい、まあ、約50坪ぐらい、はい、結構広い家なんですけどね、うん、はい、つい先日、うん、どうしてもまあ社員がね、はい、ちょっと前もって言うと、うちのエアコン1台でその家全部あったかいんですよ、はい、そう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 、1台だけで、うん、冬の寒い日に約20度ぐらいあったんですよ、うん、冬にね、はい、でそれで機密テストっていうのがありましてね、はい、窓ガラスのとこから大きなこう空気を吸う吸引器をつけて、はい、それを吸い出して、はい、どれぐらい家の中に空気が漏れて入ってくるかのテストをやりたいということで、うん、もうテストする側の人も入ってきた途端に、これエアコン1台なんですよって、で赤外線で温度を測って、壁の上の方と下の方って大体上の方があったかいじゃないですか、はいはい、下の方が冷たいの、うん、ほぼ一緒ですね、うん、ということで家中ほとんど一緒の温度なんですね、うんはい、だから機密が高いもんだと思い込んどったんですよ、うんはいはい、隙間がねない家だからなと、うんうん、それが機械ブイーンって突き出して、はい、もう一度カメラを見て首をかしげ出してあれみたいな、あれ隙間があるぞってことですよね、うん、まあ、答えから言うと、はい、まあ、C1 っていうのが 6.3 っていう数字だったんですけど、はい、それは 何を意味するかっていうと、はい、1メートル角の中に、ね、サイコロの中に、はい、6.3 センチ平方メートルが 2.56 センチの穴開いてるということになったんです。だ1メーターかける1メーターのサイコロで、はい、その端っこのあたりにこう、うん、2センチ3センチぐらいのこう穴が開いてますよ、そのぐらい隙間が開いてますよ、寒くなっちゃうじゃないですか、でしょ、はい、っていう結果が出たの。そこが寒くなってないんですね、それは何ですか。全然寒くなってないんですよ、うん、隙間がなかったら、うん、暖かくなると、はい、思い込ましてるんですよ。これでも確かにそう思っちゃいますよね、私たちは何も知らないから。あ、うん、そうなんです、そこがね、うん、すごくこうその騙されやすいというか、うん、だってね、うん、布団入ってね、
顔かぶって息できるじゃないですか、はい、できます。でもあったかいでしょ。あったかいです。息できるというかあれ全部隙間なんですよ、うん、あーなるほど確かにあれ隙間なくしたら、うん、人間から出てくる自分の汗が溜まって、うん、それこそ環境の悪いカビの入るような状態になるんです、ね、なるほど、うん、逆に自分のなんか汗とかで寒くなっちゃったりとかもしそうですよね。そうなんですよ、うん、あそこだから本当布団を布団の上に全部ラップくるんだ、うん、状態が機密住宅。なるほど。 それって本当にいいのかなって冷静に考えておかしいでしょ。なるほど確かに。で今の家はね機密を上げるために、うん、内壁の中に全部ビニールを張り巡らしてるんですね、うん、ということはビニールを張り巡らして、うん、要は布団を着てサランラップでかぶっとったら、うん、それこそ汗かいて、うん、でそれ濡れたところが冷えてまた悪くなる、はい、体で湿気たら体に良くない、はい、それをね体に良くない家を作らされてるんですよ、うん、なるほど、うん、布団なんか本当に布団かぶって窒息しないでしょ、うん、しないですね。でも気密性の高いサランラップを巻いた家だったら、うん、そのまま空気入れなかったら窒息するんですわ、うん、そうですね。だから僕らの家は窒息しないんですよ、うん、へえ。だから窒息するからそれで毒ガスも入ってるから、はい、24時間換気しなさい。そう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 。でこれもう本末転倒の話でね、だからその高断熱高気密っていうこの、うん、高断熱はいいんですよ、はい、高気密にしたらまずいことになる、うん、サランラップを着た布団の中で寝ているという状態、うん、湿度調整も何もできない、うん、で湿気たら体に悪いのに、うん、ね、リウマチの原因になったりするわけですよ、はい、そういうのにそういう家を国が推奨してるんですよ、うん、じゃあ本当によっぽど昔の人たちが作ってるお家とかの方が体にもいいし、うん、そうだから昔はさ、もうなくなっちゃってだんだんなくなってるけど、はい、縁側があったでしょ、はいはいはい、要はまず普通にあの戸があって、はい、縁側があってそこにうちのその戸があって、はいはい、うちまだ縁側あるんですよ。そうそうこれね、はい、そうですよね、うん、もう昔の人のもう知恵、はいですよ。現代の一番はやっぱり、はい、その寒さが出ていってる場所っていうのはどこだと思います、うんうん、どこですか。家の中でですか、うん、家の中で一番寒さが逃げちゃうと逃げちゃうな。うちは床、うん、床あうち床いつも冷たい。違いますか。もっと出ちゃうとかもっと出ちゃうんですか。もっと出るとこがあるの気がつかないんですよ、うん、え、うん、窓窓あ 窓、うん、窓が一番出るんですよ、うん、そうなんですか。それね気がつかないんですよ、うん、気がつかないです。なんか窓閉めてるやんか、うん、閉めますよね、うん、カーテンもしてるし、うん、ほんならね窓を閉めてるからほんなら温度が逃げないか、はい、これ違うんですよ、うん、温度は止めても赤外線というのが出ていくんです、うん、赤外線これが分かりにくいんですよ。理解がしにくいでね、赤外線のね、うん、すごく定義が難しくて、はい、まあラジオでこれをおしゃべりするのは非常に難しいんですけど、うん、まあ、分かる方と分からない方がいるかも分からないんですけど、うんうんうん、あの赤外線って言ったら人間の目に見えない光なんです、うん、へえ。じゃあその赤外線が家の中にもその熱としてあるんですか。だから家が温まってるじゃん、床とか、はいはいはい、壁とか、はい、その赤外線が窓から宇宙に向かって飛んでいったんですよ、はい、へえ。だったらガラスやったら当然透明やからどんどん出ていくんです、はい、そうですね、ということで地球が冷えるように家の中も冷えていくんですよ、うん、なるほど、うん、でも赤外線は窓を通しちゃうってことは壁も通しちゃうし、うん、通さないんですよ、うん、あ通さないんですか。壁は光止めるから、うん、あ光とともに行っちゃうってことですか、うん、はい、うん、光ですから、うん、でもそうすると窓に光を通さないなんてもう真っ暗のなんか窓にするしかなくなっちゃいますよね、うん、まあ、あとカーテンね。あ、カーテンか。それでシャッターするよね。シャッター、あ、うん、シャッター全くなしにできるような、ね、なるほど、うん、だからうちの家は断熱材はもう普通の家と変わらんぐらい普通に入れて、はいはい、でサッシだけね、あのペアガラスを2枚入れて、うん、でその上にまだシャッターもつけてるんで、うんうんうん、そこに金かけたんです、うんうん、なるほど。で夜になったらシャッターを閉めて、はい、冬ね、うん、昼になったら上げる、うん、で逆に夏になったら昼は下げて、うん、赤外線入ってこないようにして夜になったら開けるという、うん、冬と夏をね入れ替えたんですよ。なるほど。じゃあいくらその気密性気密性って歌ってても、うん、結局そういう窓の部分で、そう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 、うん、逃げちゃうってことですよね。そういうことです。熱だったりとか、うん、そういうもの、まあ、もうちょっと分かりやすい。赤外線ってなんか温度がないんで分かりにくいんですよ、うん、温度じゃないし光なんでね、うん、だから分かりにくい、理解がしにくい、うん、例えば太陽があったかいじゃないですか、はい、日が、お日さんがね、はい、あれ太陽6000度もあるんですけど、はい、宇宙って絶対零度ってマイナス200何十度です、はい、70度かなんか、はい、
ほな温度伝わってるわけないでしょ、太陽の、そうですね、光が来て当たって、それで暖かく感じる。なるほど。だから遠赤外線のストーブも、はい、あれ自体がすごい熱いわけじゃないし、はい、触ってても分からない。あれを浴びた僕のこの皮膚が暖かいってことですね。そうそうそう。ああ、なるほど、うん。だから暑い寒いっていうのは温度っていう話に、体感温度と温度計の温度は違うんです。うんうんうん、なるほど。もちろんそれは基礎的にはあるんですけど、はいはいはい、でも当たってるね、うん、あの体感というのは違うんですよ。まあ、極端なこと言うと夏ね、夏は車の中でクーラーわーっと入れて、うん、駐車場に止めててね、はい、切った途端にうわーっと暑いじゃないですか、はい、あれ温度計測ったら全然そんな温度変わらないんですよ、うん、なのにうわーっと暑いな、もうクーラーの風で冷たいの当たってるのが途切れた途端に、うん、温度じゃなしに赤外線が入ってくる、うん、暑く感じるんですよ、うん、でも冬になったら多分ここの部屋なんか25度ぐらいあると思います、はい、で25度いったら夏の熱帯夜なんですよ、うん、なのにここは服着たまま折れるのは、ここから赤外線外に逃げてるんですよ、外寒いから、うん、あ、なるほど。だから今この服着たまま20、多分これ25度以上あるんじゃないですか、そうですね、ここの部屋、うん、多分暑いはずなんですよ、夏やったら、うん、へえ、でも赤外線が出るから今そんなに暑く感じてる、うん、この違いっていうのを知ると本当の省エネって変わってくるんですよ。うーん、いや、それを知っただけで、うん、例えば今住んでる家でも、うん、なんかうちは夜になったらなんかすごい冷えるなとか、うんうんうん、夏は暑くて寝れないなっていうのも対処が変わってきますよね。そうそうそう。っていうか、あと、いつからですかね、あのこう雨戸とかシャッターがなくなっちゃったの。なくなりましたね。あれ本当に、まあ、いい知恵だったと思うんです。はいはい。だから日差しとシャッター、うん、昔雨戸っていう、うち雨戸まだあるんですよね。あ、素晴らしい。横からガーッとあのガシャガシャって、うん、そう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 、だめんどくさいからみんな閉めない、そう、私もずっと防犯のためだと思ってました。ああ、違う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 、そういうことじゃなかったんですね。それとあと、こう会長よく言うのが、こう、うん、屋根の日差しをね、はいはいはい、こう長くこう出してあげると、うん、夏の日差しは遮ってくれて、はいはい、冬はこの赤外線がこう入ってくる。だからそれは赤外線の出入りを調整してたんですよ、ね、うん、そう、設計というところでね。だから無添加住宅までは日差しが長いんですよ、はい、そうなんですね、うん、いや、そういうことがどんどん消えてってしまったのって、うん、そもそもなんでなんですか。それはね、それはね、うん、そういう家を作るとね、はい、湿度も温度も全部エアコンに頼らないといけなくなってくるんですよ。で、機械を使わしたいんですよ、国は、うん、電化製品を使わしたい、うん、だからソーラーも使わしたい、エアコンも使わしたい、はい、全部湿度、除湿機、加湿器と、ね、うん、乾燥機も使いたい、うん、で全部機械を消費させることが僕は目的だと思います、うん、なるほど。それがないと生きられないようにすると、壊れたら、うん、ね、それを買い替えないといけない。確かに。で、そういう風な基準を全部ずっと見ているとね、うん、何が分かってくるかっていうとね、今の家は30年で壊れるようにしてるんですよ。今の家は30年で壊れてしまう、はい、というかもう古くなってダメになる、うん、で電化製品も同じように30年で、はい、10年でダメになりますよね、はい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 、で10年で買い替えさせる、うん、で消費を煽っていく、はい、だから僕は今から作る家、うん、絶対にね、100年も経つ家をね、供給していきたいんですよ、で100年持ってこそ初めて、はい、良かったなって、うん、まあ、30年持った時点で僕は感謝される頃に生きてるかどうか分かりませんけどね、うん、もう30年経ったらなんぼや、うん、で87歳、いや、生きてます、生きてます、あのね、あんた自然なね生活をしてた、そうですよね、仙人のように、奄美に仙人がいるぞ、そう、50年後ぐらいに、うん、107歳の秋田健二さんです、うん、わしは家を作っておってた、すごいですね。そう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 、まあ、小泉さんも、うん、そんな、うん、無添加住宅のね、うん、こだわりを知って、うん、あるご夫婦がね、うん、わざわざこう調べて、あ、そうですね、来てくれたという、先日っていうかね、もうこの放送するともうね契約されてると思いますけど、はい、やっぱり体っていうかね、うん、そういうことを気づいてる方ってやっぱごく一部いるんですよ、はい、その方がやっぱりこう図書館でですね、はい、秋田会長の本を見つけて、うん、なんだこれはと、はい、目から鱗だぞと、すごいですね、いうことでうちの会社を訪ねてきてくれて、で本当にこうなんですかっていうのを、まあ、約3ヶ月間ぐらいうちの営業さんとかがこう、はい、一つ一つこう紐解いていって、はい、じゃあ無添加住宅にお願いしますっていうことでね、うちは決してこの、まあ、会長のやり方もそうなんですけど、
契約してくださいってあんまりこっちから行かないんですよ、はいはい、あの前に会長に、ね、あの僕ら教わってすぐの時に、はい、あの向こうが契約したいというかね、家建ててくれっていうまでこっちから言うなって言われて、それなんか真逆ですよね。真逆でしょ、営業っていいですよってしたいじゃん、うん、だけどあの向こうが言い出すまで、うん、そろそろどうなんでしょうかって言い出すまで我慢しろって言われて、なるほど、うん、でもまあなんとなくそういうのがね、僕らも3年ぐらい経って分かってきたかなっていうのが最近なんですけどね、うん、いやでも本当に先ほどおっしゃってたみたいに、うん、秋田さんのこのブレない信念っていうのが、うん、そうやって小泉さんにもね、いやでも大変なんですよ、うん、あのね会長これ、うん、ブレない信念は、うん、痩せ我慢もあんの、なるほど、これをやることで、あの僕はほら会社経営者だから、はい、これは本当はね契約したかったかなとかっていうのも、うん、そうですよね、もうお断りしていくこともあるんで、うん、すんごい痩せ我慢しながらやるんですよ。いや、でも信念を貫くっていうことをやってないとやっぱ今後 ね、 そうですね、もうやっぱり本物が残っていかないと、それこそ消費者がね、そうそう、もう一生お金がたまらないという状況になるんでね、うん、これって不幸やと思うんですよ、うん、そうですね、だからやっぱり子供のため孫のためにね、うん、あのお金のいらない家を作って、うん、であともう一つはお金のいらないためには、うん、取って食べる、うん、なるほど時給のね、時給をやっぱり知っていただきたい、なるほど、うん、もうこれが2つできたら楽勝な人生になるじゃないですか、うん、お金もようけたまってねそうですね、いやもういろいろなお話聞いてきましたけど、うん、あの、うん、こう秋田さんにとって、うん、こう幸せに生きることってズバリどういう生活ですか、うん、秋田さんが思う幸せっていうのは何も気を使うことなしに美味しいものを食べること、うんうん、じゃあ今幸せですね、今一番幸せですよ人生の中で、いいですね、毎日平穏で何もない、うんうんうん、それが一番の幸せです、うん、なるほど、時々ねこうラジオにこう、はい、呼び出されたりしますけど、そうですねちょっと時々私たちがねその平穏をちょっと崩してますよね、そう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 、大丈夫ですかね、そうそうそう、いやーなるほど、いやもうなんかちょっと今日は、うん、今まで割と、ね、いい触れないでいた部分だったんですけど、いやこれはね、うん、あの家作りする人に本当聞いてもらいたい、 で、 ね、うん、でもやっぱりこう本当何回も言ってますけど、うん、家って一生の買い物じゃないですか、そうね、一生のうち何個も建てないし、うん、まあ、秋田さんはちょっと2つぐらい建ってるんですけど、うんうん、いやでも本当 ね、 ねもう会長に連れてってもらった、うん、本当フランスのね家の60年だ、うん、200年だ、はい、400年だの家見れば分かるんですよ、うん、これ言ってることは、そうですね、うん、であのこの放送を聞いて気になった方は、うんうん、まあ、嘘だって思ってもいいから一度自分で調べてみてほしいですよね、そうそう、 本あげます、うん、会長の本あげますからうちのモデルハウスに来てくださいぜひぜひ、うん、うちのモデルハウスあの来たら全部会長の本をね、はい、渡すんですよ、うん、あの漫画のやつですか、漫画のやつと、はい、あともう一個そのお客さんがさっき書籍をね、はい、こうあの、はい、図書館で見つけたっていう1500円のやつをあげるんですよ、1500円の、うん、でも一度の読んでみて、それで別に、うん、これは違うなって思ったら別にそれはその人の価値観ですからいいですし、あ、そうなんだって思ったらぜひ小泉さんの方にね、そう、また僕たちが営業するよりも、うん、もう本読んでくださいと、うん、でね、すごい良かったなと思ったらもう一回会いましょうよっていう感じです、はい、そうですね、なるほど、やっぱりこう自分で必要な情報っていうのは自分でキャッチしていかなくちゃいけない、そういう時代です ね、 ですね、うん、なるほど、いや秋田さんのちょっと生き方はあの真似したいと思っても、うん、まずはちゃんと勉強をして一から学んでいって、 そして将来は秋田さんのような生活をね送っていただければ幸せなんじゃないかなと思います、はい、いや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 、ということで本当に秋田さんあの2週にわたり、はい、あの奄美大島からいやいやお越しいただきありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、本当にこれからもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。無添加住宅をご存知ですか、食品や花粉などのさまざまなアレルギーやアトピー性皮膚炎、公害と言われている喘息など時代の変化とともに我々を苦しめている病気は数多く生まれています。私たち無添加住宅はそんな病気のなかった江戸時代の家づくりをお手本に家を作っています。体に悪いものは一切使わない、誰もが安心して住める家を広めたい無添加住宅、お問い合わせは0120-610-495、世界で一番自然に近い家、無添加住宅。
横浜に神戸牛専門の焼肉店が上陸。その名も焼肉ビーフマン。横浜スタジアムからわずか4分のところに横浜関内店がオープン。世界の神戸ビーフをリーズナブルにうまいビーフマン。検索はビーフマン横浜で。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、そろそろお別れの時間となりました。2週にわたりお迎えしたゲストは無添加住宅創業者秋田賢治さんでした。小泉さん、はい、いや今日はとても濃い、いや素晴らしい話が聞けたんで、私はね、はい、やりきった感があります。そうですね、もうずっと小泉さんがこういう話したかったっていう話を、うんね、できたんじゃないかなと思います。そうなんですよ、あのリスナーが聞くとか聞かないとは関係ないし、はい、僕は、ね、こういう話をしたかったんです、まあ、いろいろもう賛否両論あるとは思いますけど、うんはい、そうですよ、お客さんは自分で選べばいい、はいうん、私もそう思います、うん、そのためにやっぱりあの僕たちは、はい、思ってることをねどんどんこう言っていかないといけないかなとは思っているんですよね、はい、そうですね、うん、いやなんかこう、うん、秋田さんの、うん、あのさっきちょっと聞いちゃったんですけど、うんうんまあ、奥様との出会いも、うんはい、あの秋田さんのところでね、うん、奥様がご自身のねお家を建てるっていう話で、うんはい、なんかいろいろ壁とかこうなんかすごいこだわりもね、うん、そうですよあったりして、これはねなかなか直接聞かないとねやり方も分かんないんですけど、うん、いやー素晴らしいね、うん、あの家を作ってますよね。そうですよね、うん、いやそんな、うんこの番組もですね、うん、今日で最後ということで、ということでですね、名残惜しい、名残惜しいです、名残惜しい本当にので延長します。え？すいません、あの、はいはい、最終回最終回と煽っておきながら、はいうん、一旦でも最終回なんですよ。なるほど、これ1年ですね、1年という区切りですからね、はい、ニュー賢者の砦みたいなね、イエイ感じで、あの半年間ぐらい継続しようかなと。ありがとうございます。これは、ね、実はですね、はい、まあ僕のこの仕事的なことはやりきったんですけど、はい、今ね、はい、うちの会社もほらあのビーコルセアーズとかに結構首ったけなんですよ。ありがとうございます。でこう同じ続きの街で、はい、こう頑張ってるスポーツチームを、はい、このラジオでもですね、うん、今後はどんどん応援していこうと。ありがたい。あこれをねうちも考えて、これが本当のスポンサー。 ありがとうございます、まあ、そういうことで、はい延長戦が決定しました。いや嬉しいですということで来週もよろしくお願いします。そうですね、でもまあこの1年間もう本当にさまざまなゲストの方が来てくださったんですけど、うんはい、ちょっとパワーアップして、はい、この次もどん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 小泉さんの気になる方とか、はいはいね、全然違う業種の方とか、そうですね、お呼びしたいですね、うん、そうですね、まあそれとあと2週に1遍ぐらいは、はいこうビーコール特集をやりたいんですよ。あ、いいですね。あのしていきましょう。Bリーグのテーマが頭から離れないので、はい、そうですなのであの皆さんオープニングで気づくっていう、ええ、オープニングであ今回はビーコールだなと、うん、あ今回は社会派だなと、なるほどなるほど、うん、そういう感じであのやっていきたいと思ってますね。いいですね、はい、ちょっとビーコールのコーナー作ってもいいかもしれない。いやそうですね、もう選手にもどんどん出ていただいて、はい、あの頑張ってもらいたい。いや嬉しいです、うん、じゃあちょっとこれからもよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。チャラついた俺を前は軽く無視、oh, でも今はこの通り愚痴まで全て聞いてくれる、もう一人ぼっちはコリコリ出てきたボロいカセットテープ
幼き日のお前の面影気づいた人を愛すこと俺の知らねえ過去こと全てを愛そう明日の保証はどこにもないそう誰も求めてる場合以上縮小縮小今も胸を締め付ける曲が流れるメリオで見つけたこの恋も今も胸を締め付ける曲